さあ寒くなってまいりましたよ。季節感としては初冬です。季節感としては初冬だけど、シャロに砂煙あげた、多分ちぎるかな、ちぎるよりちょっと大きいぐらいのギルか残ってんね。はい、ということで一桁の世界に入ってまいりました。まあ地域によってはもうね、気温はマイナスっていう地域も当然出てきてるんだけど、水温的にはマイナスになることはまあなかなかないんで、さあこの一桁の世界、ため池なんかで遊ぶ人だったら好きなキーワード、減衰。はい、さあこの減衰になってくると、もう基本的には、まあ、俺も朝からね、道具立てとしては組んでるバイブレーション、まあ、これがもう鉄板になってまいります。はい、もうとにかくもう投げ散らかしてフィーリングを当てるっていう、はい、もうこれはもうね、王道中の王道、なんなら王道という名の道のど真ん中になってくるんだけど、今回はね、まあ、この初冬のため池でいろんなことやっていきたいなと思ってます。ただ一日遊んでみて結果何が当たるか、やっぱバイブが最強なのか、いやいやとは言ってもこれがあったよねなのか、やっていってみたいと思います。じゃあまずはこの辺から、まずはよいしょね、レベル5で、なんでレベル5っていう理由としては、一つはもうこれ水の色です。バイブレーションやるに向いてるよね向いてないよねっていう基準の一つが水の色です。 色がついてる残ってるっていうのはすごく大事だ。この色の感じからするといわゆるブーストじゃなくてもまだバイブでいけそうだねっていう色をしてる。でも透明感ももう十分出ちゃってるからどっちだろうなっていう感じはあるんだけど、ただね、来た時に気になったのが、浅いところにちぎりがいてピュッて逃げた砂煙みたいなのがふわっと立ったから、このね、まだ初冬の感じって特にここ見てたら落ち葉がすごい浮いてるし、もう葉っぱ落ちて沈殿しまくってるから、その葉っぱの下に結構たまりやすかったりするから、シャローに残りやすいかもしれない。もうね、この減衰したため池に関してはね、もう12月はもう初冬です。水深がなさすぎて水がもうギャンギャンに冷えるんで、だからもう水温が2桁維持できなくなっても1桁に突入してたら季節感としてはもう初冬です。まあ、俺の中じゃそういう感じで捉えてるけど、うちの岸はあれだね、歩きにくそうなんで対岸行こう。なんか思わず何も考えずにこっちからエントリーしちゃったけど、対岸の方が良さそう。さあ季節はもう手がだんだんこうきて、あ寒いっていうこの季節入ってきましたね。はい、個人的にはもう大好きな季節でございます。見てくれてるみんなの中でも、ああ分かる分かる分かる、冬は好きだよ俺も好きだよっていう人中にはいるでしょう。はい、まあ冬が好きだからどうのこうのっていうのはないんだけどね、冬もやっぱ好きでバス釣りたくてっていう人も、いて、でその人たちにどうにか、役に立つ情報を発信できないかということで、今回やってるのが冬の慈愛の捉え方というようなね、キーワードでやってるんですけども、はい、私ね、長きにわたってもうこれは口酸っぱく言ってきました。冬は所詮地合い当てゲームだから、フィーディングゲームだからっていう、これはもうね、今も昔も変わらない、同じ、やっぱり冬はフィーディングをものにしていかないともうどうにも釣れない。だからもうただに本当に地合いを当てればいい。ただ冬釣れる人と冬釣れない人の決定的な差はここなんです。地合いの当てどころ分かってるか分かってないか、もうこれがね、冬の釣果のもうこれのもう根っこはここなので、
この後ゆっくり解説していきますけども、まず地合の置きどころ、地合ってどこで置けるの、これ大事になってきますね。こっちの方が全然歩きやすそう、そして竿を振りやすい。ただでさえね、寒くなってきてこう冬って入ってくると、地合ってのがもう一日の中で本当に限られた場所で少ない回数しかチャンスがない。もう昔からバカの一つ覚えみたいに、もう冬は地合い当てゲームだからっつってずっと言ってきたけど、だからあれなんだよね、このため池っていう環境においてはバイブレーションはもう最強って言っても過言じゃない釣りになってきちゃう。だから理想を言うと、水に色がついてる、さらに減衰してるか、もともとフラットな地形をしている場所で、そこにベイトがいて、それに対してこう地合いでキャストしっかりしていって、効率のいい釣りで釣れる確率を高めていくっていうのが、これがもう冬のバイブレーションゲームだから。だから満水でドン深でみたいなフィールドタイプだとバイブは最強にはならない、これも断言できます。なんである程度ね、条件付きにはなっていくんだけど、往々にして冬のため池ゲームなんかではバイブがやっぱキングオブキングで王道になるのは、そういう背景があるよね。うわ、サイトが飛び出てきたよ。全然まだ、よいしょ、いけてんじゃん、いけてる、あっさい、めちゃめちゃ浅い。だそういうとこであえてもう本当にひっかくみたいにバチーンって食ってくるってことは、多分ああいうとこに餌がまだいるんだ、ちぎるとかが。すっげえガブガブじゃん、ちっちゃいけどね。ああいったサイズがまだこういう岸際のシャローレンジで動いてるってことは、多分もうちぎるとかその餌となるものが多分本当にこの浅いとこにいるんだろうな。だから多分真ん中とか水深があるとこでやるより、この一見季節に似合わないこのちょっと浅いところがいいんじゃない、これ。うん。役割分担必要だね。どうしてもこの葉っぱがついてきちゃう。で、食ってきてるのがもうさっきからなんかちょこちょこ言ってんだけど、やっぱ浅いところ、結構岸に近いところの落ち葉が堆積してるところで食ってきてる感じがあるから、そこだとね、レベルバイブだとどうしても葉っぱ、レンジ的に葉っぱ拾っちゃうから、こっちに変えてみよう。ブーストの5、これよ。ブーストとレベルバイブの使い分けっていくつかあるんだけど、まあその一つ、もうパッと見てすぐ分かるのが水の色。クリアアップしてたらブーストの方がやっぱいい。で、この水の色だったらレベルバイブでいいんだけど、さっきからずっと言ってんだけど、食ってきてるとこ思ってるよりやっぱ浅い。で、その浅いレンジをきっちりストレートリトリーブで引いてこようと思ったら、やっぱブーストの5のこのスーパーシャローレンジを通せるこの感じで、あと多分ちぎる依存だと思うから、ちぎるのサイズに少しでも寄せてあげる。色はちょっと違うんだけどね、色はね、これ俺のもう玄関機の結構おまじないカラー。最初信じてなかったんだけどね、結構友達周りがやたら食うやたら食うって言うから、そんなって思ってたんだけど、やたら食うんだよね。
こいつでシャローを堆積してる落ち葉の上をボトムをこづかずに引いてくるっていう、その感じでいきましょう。こっちの方が圧倒的にシャローは引けると思う。ほらほらほら、いいのが食った。いきなり変わったよ。やっぱボトムをこづかずに葉っぱの上をよいしょ4ジャップ、おお、きれいに通してあげるとスコーンと。見て見て、ほら大正解って感じの刺さり方してんじゃん。ほら背びれも立ってかっこいいね。ポリンチョいいコンディションしてる。多分シャローでちぎる食い漁ってんなこれ。まあ減衰するとね、どうしてももうちぎるのポジションがもうなんていうの、これ岸際とか何かの周りっていうところに追い込まれちゃうから、減衰するとやっぱ食いまくるよね。こっちだと思います。やっぱ当然だけど、やっぱ落ち葉を拾いながら落ち葉荒らしていくとやっぱ底荒れして、ちぎるが散ってそれを 食うにはいいんだけどね。バスにとってはいいと思う。ちぎるがやたら飛び出てくんな今日みたいな感じになって、バスがちぎるだけ食って満足して終わりになっちゃうから、そういう状況を作ってしまうんだけど、ブーストの方で本当にさっき言ってる堆積してる落ち葉の上をパーッと弱くパーッと通してあげると、やっぱ今みたいにスコッと食ってくるね。この感じじゃね。浅くなったほんとこの岸際なんかもう季節的にこれなさそうって思う、そこがスーパーフィーディングスポットになってる。なのでこの浅いとこをどこまでケアしきれるかだね。多分メインはコブーストあとはボトムをずるっとやってあげられるような、どっちかっていうとファットウィップさんみたいな、ああいったオフセットでずる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 ってやる、この2つが多分雰囲気的には良さそうだね。なのでほぼこのストライド1本で完成する遊びだねこの感じは。まあやっていってみよう。よっしゃ、地合いの起こしどころ置きどころ、これがパチッと合うと当然釣れます。はい、ということで、じゃあ地合いの置きどころって何ですか。もうすなわちもう簡潔に最初に答えを申し上げますと、餌のいる場所です。シンプルです。はい、ただこの餌が固まっている、もしくは溜まっているであろう場所を見つけるまでにものすごい苦労するし、ものすごい時には時間、一冬使うようなこともあると思う。俺もね、自分のこの冬の特にため池の遊びって大好きなんだけど、ここがはっきりしないと釣果ってほぼ保証されない。だけど一冬かけてでも、今まであんまりチャレンジしたことない地域の初めての、まあ、今回なんかもそうだね、初めてのため池っていうところに来た時に、一番とにかくもうルアーを選ぶよりもタックルを選ぶよりも何よりも大事なのはここです。そして SNS には絶対に載ってない餌、それの溜まりどころと固まり場所、これの選定、もう極端言ったらさっきの一言、一冬かけちゃってもいい。餌がその時集まる、冬に集まる場所、集まり始める場所はどこだ、これを見つけることにまずは集中してください。ここが一番の釣果への最短ルートです。ブーストじゃ攻めれないレイダウン絡みとかがあるから、そこはファットウィップで、ファットウィップでいこう。あれ
バッグにワンパック忍ばしておくだけでだいぶお助けになるから。このしょぼいといえどもこのぐしょごしょっと入ってるこのレイダーマリア絶対ちぎるだらけだろう。ちぎるっぽいちっちゃい波紋が出てんだよな。絶対これ今ここのため池の中じゃまあまあのお魚マンションになってるはずなんだよな。ただ結構俺がこの前おっと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 いきなり持ってったからでかいかと思ったらかわいいサイズだった。冷たそうな色をしたバスだけどバイトはとんでもなかったね。ギューンって持ってった。よいしょ、はい、もうこういう景色だと安心安全のファットウィップ31。まあ便利だよねこういうちょっとレイダウンみたいなプラグを通せないところもきっちりケアできるしボトムズル引きしても釣れるし、じゃあこれだけ投げとけばいいじゃんっていう話になるんだけど、これだと地合いを効率よく絡め取っていくってことはできないのよ。やっぱり地合いで1匹より2匹2匹より3匹こうパンパンパンと絡め取っていこうと思ったらもう絶対バイブは外せない。だからバイブが食いしぶってる間のしのぎの手堅さはこのファットウィップみたいなこういう浅い中の落ち葉とか浅い中の尾だとかの近くをケアするにはめちゃめちゃ便利。これとブーストの5を併用していくのが本当にバランスは良さそうだね。これはどうすか、めっちゃいい当たり方したよ。よし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 、いいんじゃないですか。あーでもやっぱ冬だね。途中まで暴れたけど、よいしょ、丸飲み丸飲みだ。見て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 、これズッコンといってんね。超魚めちゃめちゃ冷た。やっぱこうフィーディングめいた瞬間にはこういう風に食ってくんだよね。もう今まで散々ね投げたし違うものも入れたし、でも結果ストライクするのはこの地合いが絡んだタイミングの効率がいい釣りをするからこそ釣れる確率が上がる。それは何かというとバイブ。あ、やっぱこうなんだよね季節柄ね。そんな感じの一匹、それが最短ルートです。いや、は？いやいやいや、さすがになんかあんた気持ちよく言ってるけど聞いてる側からしたらいやその餌のいる場所が分かんないんだってっていう話になるじゃない。はい、あのだと思います。あの自分なんかでもやっぱりこうフィールドに出ててあれ餌今どこいんだろうって分かんなくなること結構ある、ね、初めてのフィールド不慣れなフィールド餌ってなんだろうとか餌って今じゃあどこに固まってんだろうっていうのを、俺自身結構やっぱその探してきたで、大体自分の中で条件が見えてきた、まあ、そういう細かいこといっぱい知ってるんで大体絞れます。だけどそうじゃないそこまで知らないんだまだ分かんないんだよっていう人は一つバイブを投げてください。はい、なんでかっていうと単純によく飛ぶフォールも速いでリフト&フォールもできるただ巻きもできるいわゆる展開が速くてキャスト数をたくさん入れられる他のリグとか他のルアーよりもってなってくると偶然だよ。まずは偶然
偶然ポロッと釣れる、偶然根がかる、偶然スレで引っかかる、もうすべて偶然から何かが始まるんだけど、そこからちょっとずつ探していく、詰めていくってことをすると、自力でその池の冬のたまり場所、いわゆる慈愛の起こり場所っていうのを見つけていけるようになるんで、はい、まどろっこしいかもしれないし時間もかかるかもしれないけど、ここは大事です。バイブという手返しのいい道具、ルアーを使っていく、しっかり投げる、これが大事なところになってくると個人的には思います。なんかもう水を触ると火を見るより明らかなぐらいに、もう晩秋とは言えませんねっていう冷たさだけど、こういいじゃん、こういうタイミング、カメラマンが水触って冷たーなんて言ってたら、おいいじゃんいいじゃんいいじゃん、おー丸飲み、よっしゃー、ほー、まあ丸飲みに見えたけどハーモニカ食いだったか、いいね、突如現れた慈愛。でもこれをスパッと絡めれるのがこの釣りの最大の利点よ。いいバイトね。5グラムですよ。この軽さ濡らしてあげて、よいしょ、ほら、いいバスじゃんね。コンディションがいい。でっかいわけじゃないんだけど、でもこういうコンディションのいいやつが地合いでポンと食ってきてくれるのが嬉しいね。もうほんと1日1本釣れるだけでもね結構嬉しい時期になってきてんだけど、こういうのやっぱ複数匹絡め取れるのがやっぱこの釣りだわ。ちょっと手洗っただけで真っ赤だよ。そういう時期ですよ。でもなんだろうね、まあこれはもうそれぞれの好みだろうけど、俺はこの季節がやっぱ一番好き。なんかこうシーズン中っていうかね、春夏秋と違ってこの一匹釣れた時のこの何とも言えないこの、あー釣れたーっていう、これやっぱこの時期ならではだよ。よし、ちょっと引き続きまた慈愛の魚を探して投げていこう。どこで慈愛が来るか分かんない、こういう季節感、もしくはどこが慈愛のそのスポットになってるか分かんない、ね、理解度がそこまで高くないフィールドとか通ってはいるんだけど、このフィールドってマジフィーリング出る場所よくわかんないんだよなっていうとことか、もうそうなればそうなるほど当然バイブだけじゃなくて他のアプローチの、よし、よっしゃ、可能性もあるんだけど、これいいんじゃない、これいいんじゃない、あるんだけど、やっぱこれを投げ続けるとこういう風にやっぱ出会えるんだよね。よく分かってなくても。よし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 よっしゃ、いいじゃん、おお背びれも立ってかっこいい。ああ、多分ねこいつもちぎる食いなんだろうけど、いやまあブーストだね、水の色だけだったらほんとレベルバイブもありな感じなんだけど、やっぱ餌食ってる場所がちぎるがいる場所がやっぱ浅いから、まあ、そういう浅い中で仕掛けていくんだったらやっぱり小ブースト完璧だと思う。
悪くないね。でもあんま動けてないな、寒くて。よいしょ、うーいいじゃん。お、ぼちぼちいいですよ。見て見て、化粧しだしたね。季節がもう唇にグロスが乗っかる感じだよ。でもよいしょね、やっぱフロント、ちゃんとフロントフックをめがけていい感じで食ってきてる。ちぎる、食いたかったやつだろうねこれは。もう今のファーストフォールかセカンドフォールぐらいじゃない、もう本当に多分着水した周りにバスがちぎる探しに来てて、そこにプルッと落ちて一回リフトっていうかね、動き出したかどうかっていう、本当そういうタイミングだったけど、こういう風にバシッと効率よく当てていける、いいじゃん。さあ今回使ったタックルです。もうこのブーストだったり、この季節のもうおなじみといえばもうおなじみのいつもの、セットアップになるんですが、ちょっとだけ紹介させてください。ロッドがグラディエーターアンチ、ストライドですね。はい、もうとにかく遠投、まあ軽いもの小さいもの、そういうのをきっちり遠投して釣っていくという時にはまあもう鉄板のロッドですね。はい、でリールが、2500番台のスピニングリール。はい、で P ですね、今回このタックルでは P を用いてるんですが、 P は 0.65、はい、それに、フロロ、リーダーは、7ポンド、はい、この辺でセットアップしている、まあ、いつもの雰囲気の、まあ、道具立てですね。まあ、とりあえず、まあ、これがあれば怖くないなっていうのと、他の釣りも併用してできちゃうっていうの、これすごい便利でしたね。今回であれば例えばファットウィップの3インチとかね、結構冬でバイブ以外でもこういう釣りよくやるよねっていうところも結構このロッドで、このセットアップで、うん、合わせてできちゃうんで、まあとりあえずため池で遊ぶんだったらこのセットアップあれば結構強い味方になると思います。一瞬重くて分かんなかった。よし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 、すげえシャローで食ってきた。よいしょー、うー、ほら見て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 、これね、やっぱフロントちゃんとガツンとできてんのよ。これだけ寒くなってもやっぱりベイト、餌が残っている場所、そこにやっぱ動けるやつは餌食いたい、いわゆる地合いのタイミングで動いて食いに行ってる。で結局地合いフィーディングを当てるしかない。この季節感やっぱチコチコねやるのがぴったり来る場所もあるとは思うんだけど、やっぱりその瞬間をきちんとさらっていくんだったらこの釣りです。いいね、ぽっこり、コンディションもいいし、まあ、こういうやつは冬でも動けるよね。ああ、まあ今も昔もやっぱり王道は王道といった感じでした。さて終わりますかということで、今回、まあ、この減衰した、ね、環境のため池で7、8時間は突っ込んだね。もうほぼ丸1日と言ってもいいような時間を突っ込んでいろいろ試した結果、まあ、もう言ってた通りだね、岸際付近にちぎるとかそういう、ね、ベイトがいるからバスもその辺でフィーディング出る、だから軽めのブースト、まあ、これを刻んでいって地合いに当てていくと、はい、いった感じでした。寒くなっても、こういうふうに餌のいるところ、ここにこれを通す適材適所、まあ、これができればね
こういう感じで、まあ、たまにはいい釣りもできますんで、あとはみんなが現場に行って探すだけです。